今日は妖怪ウォッチのお餅を買ってきましたので開けてみます。ハサミいらません。じゃ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 ーん。じゃんじゃんじゃ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 。1個だけ、1個だけ、なんかさ、じゃーん、1個だけね、よもぎかしわ餅があるんですよ。で、これとこれは普通のです。ネタっていうことです。よもぎかしわ餅。これシールを開けてほしいんだよ、ルカ。うん。シールついてた。うん。ね。妖怪ウォッチのシールがあるんだよね。なんかほら。これで。ババ食べるときは別に取らなくていいよ。誰やお腹いっぱいやるって。一口だったパパ、どうぞ。ここに置いとけてパパ言った。あ、そうです、うん、よもぎもち。なんか食べないんだよね。うん、もうすぐ、よういちさん、いちこさんが来るんだって。お母さん、これかしわもち、お父さんと。ちょっと待って、ちょっと待って。お母さん、食べない。うまいじゃん。1個よもぎ、こっちよもぎ。あのさ、私いらない。いらない。こっちおやじ、こっちおやじ。はい、じゃあお願いします。じゃあ開けます。はい、何が当たるかな。音、柏餅美味しかった。お腹いっぱいなのに別腹。ケーキ買いに行くんだったっけ。よかった。かしわ餅はおじいちゃんとおばあちゃんが食べてくれたね。何が当たるのかな。何？あ、イケメン犬じゃん。すごい。ほら入ってる、ほら。でしょ？すごい。イケメン犬が出た。よく。こっちは、あ、兄貴だ、兄貴。兄貴？ほら。ほんまに。次こっち。兄貴。頼れる兄貴。小吉。ジワニャン出るかな。ジワニャン当たれ、ジワニャン当たれ。ジワニャン当たれ。ジワニャン当たれ。ジーバーニャン、ジーバーニャン、ジーバーニャン。かぶった。うそ。兄貴。うそー。いらねー。ガビヨーン。ガビヨーン。いいじゃん。イケメン犬が。いたもんねー。これ。イケメン犬に怒ったの。ルカ、チバニャンだよ。いいじゃん、もう。チバニャン出てほしいのに。なんか、真ん中切る。かしわ餅いらんかったの、本当に。次。プリーズ、最後。